はい、ありがとうございます。セカンドが出ました。はい、あまりにも展開が早かったのでちょっとドキドキしてます。恋愛シミュレーションみたいな感じなんですけど、お風呂のシーンが結構エッチーです。いいですか、JK がそのことエッチーです。まあ、旅行なので、まあ、それこそお風呂に入ったりとか一緒に寝たりとか、そんな感じですかね。初めての旅行みたいな感じです。やっぱそのお風呂のシーンはそのボディーソープをですね、スタッフさんにかけられまして、自分は何をされてるんだろうみたいな、結構オフショットとかでも話させていただいたんですけど、複雑な気持ちになりましたね。運動、まあ、苦手なんですけど、運動ちょっと縄跳びとかバランスボールとか頑張ったんで、そこも見てほしいなと思います。はい、今日はもう爽やかな感じで、まあ、高校生もうすぐ終わっちゃうので、もうこんな可愛いの着れないかなと思っているんですけど、まあ、いい思い出になります。来月になると18歳になります、はい、どんな18歳になりたいですか？そうですね、ちょっと最近ちょっと色気のある女性を目指しててですね、艶のある大人っぽい18歳になれたらいいなと思います。女優で言うと竹内結子さんがすごい好きで、こう芯の通ってるんだけどどこかか細いみたいな、ああいう感じになりたいです。チャームポイントは胸ですかね。ジーカップ。はい、なぜかジーカップです。あんまりお腹が目立たないことですかね。ちょっと前出てるんで、ちょっとこう、でもやっぱ着たい洋服着れないので、まあ良くはないかなと思うんですけど、もうちょっと伸びるかな。期待、じゃあ期待をして自分にも。はい。神谷沙羅セブンティーン見てください。